どうも皆さん、こんにちは。おたまです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日もね、雑談の動画なんですが、富士フイルムの X106 が、マジでやばいかもしんない。買えないかもしれない。それぐらいめちゃくちゃ人気っぽいです。なんかね、日本はまだね、まあ発売されていなかったりとかがあるんですけど、どこだったかな、ちょっと国まで覚えてないんですけど、他の国ではね、もう発売されている地域があると。でしかも予約の台数とかっていうのもめちゃくちゃな量になっていて、もしかすると史上最も、なんだろう、こう注文数が多いカメラになるんじゃないかみたいなこと言われてるんですよ。これやばくない？シンプルにやばいよね、マジで。これあんま聞いたことがなくて、ここまで人気になってるって。まあ最近だとニコンから出た ZF が供給不足になってるとか、まああったけど、まあでもなんかそれよりもなんかやべえ感じがもうすごいしてて、なんかこう新品としてもう発売される、まあ予約がね開始され、発売日が決まって予約が開始されるってなった時に、ほぼ全てのところ、まあもう全部なんじゃないかな。抽選に通常のモデルがなってる。あんまりちょっとカメラで聞いたことがない、予約、まあ、予約のスタイルみたいになってて、なんだろう、こう、富士フイルム、えげつないぐらい多分、こう、海外とかで人気になってんだろうね。ちょっと聞いたことないね、ここ最近では。まあだから多分ね、おそらく X106 に関してはもうね、最初の初期ロットで買えなかったらもうしばらく手に入らない。下手したら日本市場に関しては置いてけぼりにされて受注停止とかになりうるんじゃないかなっていう気がするよね。まあただ富士フイルム自体が生産を中国にしているっていうところだから、今までよりももしかすると製造される台数に少し改善が見られるかもしれないんですけど、おそらく僕の見立てではもう今までの富士フイルムで発売された、まあ富士フイルムだけじゃないかもしれない、もうカメラで発売された中で最も注文数が多いっていう視点で考えると、おそらく間に合わないと思うよね。絶対にこの量は間に合わない。でもだから僕はもうひたすら、もうできる限り抽選サイトの方で応募しようかなって考えてます。もうとにかくもう手に入れて使いたいんでね、もうとにかく僕使いたいんですよ。だから僕ね、今ね X106 もう買おうかなって思ってる人は、もうとりあえず僕はもう全員抽選をとりあえずやりなさいっていう風に思います。なんかもうね、甘っちょろい考えで今もう悩んでるから、まだもうちょっと発売されてから様子見ようかなとか、もうそういうレベルじゃないですね。おそらくもうこれ転売とかもやばいぐらいされると思いますし、えげつないことになるんじゃないかなと僕思ってるので、買いたい人はね、もう絶対抽選に応募した方が僕はいいと思います。まあもちろん90周年の限定モデルも僕抽選してるんですけど、まあそれももちろんね、めちゃくちゃ抽選に当たるの難しいと思いますし、通常のモデルでももうねほぼほぼ無理なんじゃない、なかなかね難しいんじゃないかなって僕思うので、しかもね、CP プラスの動画でも上げたんですけど、 X106 ね、マジでね、完成度めちゃくちゃ高いなって僕思ったんですよね。なんかこう手ブレ補正もやっぱ搭載されてて、あの小ささの中に画質めちゃくちゃいいし、レンズも明るいレンズ搭載してるし、なんだろう、もうこれ今の時代、まあ、今発売されてるカメラの中で一番、なんだろう、こうカメラを趣味として考えた時にめちゃくちゃいいなって思います。なんかこうカメラを趣味にしたいって思った時に重要なの、まあ、もちろん長く使うとか楽しめるとかいろんな視点はあると思うんですけど、まず一つとして大切なのがデザインですよね。これライカの TL2 ですけど、やっぱデザインめちゃくちゃいいんですよ。かっこいいし、アルミのね削り出しで作られてて本当に洗練されているなって思うんですよ。持っててすごい楽しい、いいなって思えるし、やっぱデザインめちゃくちゃ重要で、しかもやっぱり
画質もいいし、でかつやっぱ富士フイルムってフィルムシミュレーションが使えるからさ、こうもう設定で決めちゃえばめちゃくちゃエモい色味とかになるわけよ。フィルムのような色味にもなるからさ、そこがやっぱいいよね。買った方がいいと思うんですよね。僕の周りでもね、めちゃくちゃもう買いたい買いたいっていう人いっぱいで、今まで僕周りでカメラ買いたいっていう人いっぱいいたんですけど、なんかこんなにね周りの人が買いたいって言っている人めちゃくちゃいなかったんで、やっぱねこう X106 にしかないね、なんかこうなんだろう、ものがあるなって今回思ってるんですよ。だからやっぱりね買った方がいいと思います。この動画見てね、供給不足にね陥らないよそんなのと思って、絶対供給不足になります。これはもうありえないぐらい、下手したら半年、半年経っても受注停止全然ありえると思うので、ぜひね皆さん X106 買ってみましょう。そしてもしね、まあ、僕 CP プラス行ったんで X106 試してことあるんであれなんですけど、まあね、今試したことないとかっていう人ってなんかこう多分こう購入に対して何かこう引っかかるものが多分あると思うんですよね。ぜひもしそのね購入に関して引っかかることがあるのであれば、あのぜひコメントしてください。あの僕答えますよ。まあ、正直どんな人がコメントしてももう絶対買った方がいいっていう答えにはなるんですけど、まあ、もしね疑問点とかなんか不安なところがあれば僕ね後押しできるんで、そういう方ぜひコメントしてください。絶対買った方がいいんでよろしくお願いいたします。ということで、まあ、僕ね α7 シリーズとかよく使ってるんですけど、富士フイルムの X106 絶対買うよっていう宣言動画みたいになってますが、皆さんも買って、めちゃくちゃ楽しめたらなと思うので、ぜひ買っていきましょう皆さん。はい、絶対抽選応募した方がいい。ということで、すげえしょうもない動画になったけど、ぜひねこれから、僕ね X106 抽選に当たったら、レビューしますし、もうバンバンね写真撮っていきたいと思ってるので、ぜひとも、高評価とそして、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。あ、こっちかな X106 当たったらもう絶対ね、レビューするんで、楽しみにしててください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。